皆さんは海外旅行に行った時、公衆トイレを使いますか？え？あまり使わないって？そんな人もいるでしょう。ではでは、なぜアメリカのトイレの扉が下までないのかということが気になった人はいます？これにはいくつかの理由があるんです。明らかな理由から全く予想していなかった理由まで。皆さん、心の準備はいいですか？まず、完全に密閉されたトイレの中で意識を失ったり、緊急の病状に陥ったりした場合、誰かがそれに気づくまで何時間もかかる可能性があります。そのような状態は1分1秒を争う緊急事態につながることになります。床と個室の間に隙間があれば、他の人はすぐに気を失った人を見つけることができます。加えて、救急隊員は扉の下をすり抜けて内側からロックを解除できるため、扉を壊して入る必要がないのです。また、扉の下に隙間があれば中に誰かが入っていることを確認するのにも役立ちます。足が見えたら別のトイレを探すか、順番を待つしかないですからね。それに、扉が床まで届かない場合、不要な列も防げます。どのくらいのトイレが空いているのかすぐ確認し、待つか別の公衆トイレを探すか決めることができるんです。もう一つ、完全に密閉されたトイレは中の匂いを取り除くのがそれほど簡単ではありません。隙間があればしっかり換気することができます。空気循環のおかげで嫌な匂いがより早く消えるんです。それでもやっぱり臭いと思う人もいるかもしれませんが、もっと明らかでおそらく最も一般的な理由の一つは、完全に密閉されていないトイレの方が安価であるということ。このようなトイレの扉を作るために必要な材料が少なくて済みます。そのため、扉の製造、購入、設置にかかる費用が安くなるんです。これは事業主にとって最も重要なことの一つ。また、シンプルなトイレの方が簡単なんです。天井の高さや床の均一性を気にする必要がありませんからね。床から天井まであるトイレを注文する場合は、カスタムフィッティングや正確な切断など、はるかに多くの労力がかかるんです。多くの企業にとって、このような手間は経済的に困難になるのみなんです。それに、扉の下に隙間を残すことは、あらゆる不適切な行為が防ぎやすくなります。心理的に保護されていて囲まれていると感じない方が、有害で危険なことをする可能性が低くなります。公衆トイレの扉が床まであると、人々はよりプライベートな空間にいると感じてしまいます。結果、例えば落書きなどでトイレにダメージを与えることをためらわなくなるのです。また、扉の下に隙間があれば、誰かがこのようなトラブルを起こしている場合、すぐに気づくことができます。他には、例えば完全に密閉されたトイレの場合、鍵が壊れてしまった時に、そこから自力で脱出するのが困難になります。中に閉じ込められ、助けを求めなければなりませんからね。隙間があれば、緊急時に下から簡単に逃げられます。用を足した後にトイレットペーパーがないことに気づいたとしましょう。はぁ、完全に密閉されたトイレでは残念ながら誰にも助けを求められません。扉の下に隙間があるトイレでは、恥ずかしいですが、隣の人にトイレットペーパーを渡してもらうことができます。皆さんは公衆トイレでこのような恥ずかしい思いをしたことはありますか？コメント欄で教えてください。完全に密閉されているトイレは利用者に居心地の良い孤立感を与えます。外の音も聞こえにくいので、他の人が待っていることを忘れてしまう傾向にあるのです。よりリラックスし、用を足すのに長い時間費やす人もいるでしょう。トイレが完全に密閉されていないと、利用者は急がなきゃと思うので、列もスムーズに進みます。もう一つ、扉の下に隙間がある明らかな理由として、掃除がしやすいという点もあります。清掃員はいちいち扉を開けて閉めずに、扉の下にモップを通してきれいにすることができますからね。トイレの数が多ければ、これは時間の節約になります。床を一気に掃除するときにも便利。水が流れるオープンスペースがあると、掃除がより早く効率的になります。この豆知識は、パーティーでしつこい人に話しかけられたときに役立つこと間違いなし。でも、気づいたら一人になっているかもですね。便利だと思いませんか？今後、扉の下に隙間があることについて文句を言う人なんていなくなるんじゃないでしょうか。
冗談はさておき、もう一つ海外のトイレで気になる別の質問があります。なぜほとんどのトイレは扉が内側に開くのでしょうか。入るときは扉を押し、出るときは扉を引きますよね。逆の方が便利だと思いませんか。手を洗ってトイレから出るときはドアノブを触りたくないですしね。肩で押すことができれば楽ですよね。これにもいくつかの理由があるんです。全ての公衆トイレに当てはまるわけではありませんが、ほとんどの公衆トイレを出るときにはドアノブに触れる必要があります。どうしてなのでしょう。まず引くタイプの扉であれば、扉が廊下を塞ぐのを防げます。扉を押すタイプの場合、出入りが激しいときはさらによりスペースが必要になるので、廊下を歩く人々がドアの周辺に群がります。また多くの公衆トイレの隣にはクローゼットや水飲み場などがあります。外側に開く扉はこれらの設備を使用する人にとってものすごく不便なのです。また緊急事態が発生した場合に廊下を通るのも難しくなります。避難の際に移動を妨げたり遮断したりするものであってはならないのです。多くの公衆トイレが押すタイプの扉を設置しているもう一つの理由はその安全性。まずこれらの扉の内側にはロックとヒンジの両方があるので、誰もあなたをトイレに閉じ込めることはできません。また押すタイプの扉は素早く押すと出入り口を通り過ぎて歩いている人を怪我させてしまう可能性があります。さらに引くタイプの扉は公衆トイレではよくある不快な匂いを処理するのに役立つのです。トイレの扉を開けると外の新鮮な空気や匂いのない空気が内部に入り込み、悪臭を消散させるんです。ドアが外側に開いたらこれは逆になります。常に臭い空気がトイレから出ていってしまうんです。お手洗いに行くとき、誰もがある程度のプライバシーを必要としますよね。押すタイプの扉は引くタイプの扉よりも中が見えやすいので、通行人はトイレの中で何が起こっているのか確認しやすくなります。また押すタイプの扉は手を洗うためにトイレに行く人にとっても便利です。肩を使って扉を開けられるので、ハンドルに触れる必要がありません。そして最後に、個人的な観察ではありますが、人々は通常トイレを出るときよりも入るときの方がずっと急いでいます。そう思いません？押すタイプの扉で貴重な時間が節約される可能性があると思うんですよね。どういうことかわかりますよね。この動画で新しいことが学べたと思ったら、高評価を押してお友達にも共有してください。他にも面白い動画がたくさんあるのでお見逃しなく。引き続きブライトサイドをよろしくお願いします。